阿部も飛び出してきた。さあ浮いたボールは、クロスバー当たってシュート決まった。アディショナルタイム3分で決めた坂本。坂本ですね、決めました。この1点 J1 昇格を大きく引き寄せる得点と言ってもいいかもしれません。さあその隙間を突くか。いやー
チャンスを迎えた湘南、キーパー1対1、シュートは入りました。先制点はあります。アジェルダルヘッドが押し込んだ。先制湘南ベルマール。いや、見事なプレーだったですね。はい、まあ攻撃のレース、坂原がそのこぼれ球を拾ってシュート、うわー来た、向き直ってシュート、中に田原入ってきました。田原のその裏から来ました、完璧に決めました。坂本ですか、うわー坂本、同サイドの転球シュートですよ、これもすごい。いや今日田原ポスト、田原シュート、田原のポストプレーから引きました、取ったのは永田、つながるか、田原漏らしてシュート、中村攻めて、まあ、重要ですよね、はい、あー怖いですね、シュート、逆転した湘南ベルマーレ。ベンチからもうベンチメンバーも一緒に飛び出して輪に加わります。湘南ベルマーレが3対2、一度は逆転されましたが3対2と逆転です。J1 昇格を大きく引き寄せる得点と言ってもいいかもしれません。